今回あの3日間あの沖縄を訪問した理由は、沖縄の基地問題が大きな正念場を迎えていると考えたからです。で、私たちとしては沖縄の戦いへの心からの連帯をお伝えし、尾長知事、南根直首相をはじめとするホール沖縄の皆さんの声を直接お聞きするというために、今回沖縄に参りました。で、3日間の取り組みの中で、金曜日にはうるま市の市長候補である、山口聖子さんの事務所を訪問しました。昨日は、名護の辺野古の県東村ゲート前の集会、そして稲嶺、ね、市長との会談などが行いました。で、今日は先ほど尾長知事と会談をしてまいりました。尾長知事との会談ではですね、辺野古の新基地は絶対に作らせないという点での確認をいたしました。まあ、話し合いの中では知事の方から、基地は絶対に作らせないということの烈々たる決意と気迫が伝わってまいりました。私の方からはですね、やはり沖縄の戦いに本土が連帯することが大事だと、これは私たちの責任として、沖縄の問題を全国の問題にして、日本の民主主義の勝った問題としてですね、全国的連帯の戦いを、進めたいという決意を、先方にお伝えいたしました。知事の方からはぜひ頑張っていただきたいという表明がありました。今 の沖縄を巡る状況ですが、安倍首相はですね、日米首脳会談を前に辺野古の海上工事再開を強行して、まあ、手土産としてトランプ大統領に対して、辺野古新基地を唯一の選択肢として建設強行を約束しました。で、これはですね、本当に繰り返しの選挙における審判で、明明白白となっている沖縄県民の総意を踏みつけにする暴挙であって、絶対に許すわけにいきません。ただ同時にですね、私は今回の訪問を通じてもオール沖縄の戦いの強さというものを感じました。知事との会談でも申し上げたんですが、知事は最高裁不当判決を踏まえての表明で、あらゆる手法で新基地建設を阻止する、米軍統治下時代苛烈を極めた米軍との自治権獲得闘争を粘り強く戦ってきた沖縄県民は、日米両政府が辺野古新基地建設を断念するまで戦い抜くものと信じているとおっしゃいました。断固たる決意とともに、県民の戦いへの熱い信頼の気持ちが語られていると思います。稲嶺市長はオスプレイ墜落抗議集会で、負けない方法を我々内団地は知っている、それは諦めないことだというふうにおっしゃいました。これは県民の合言葉になっているようにも思われます。昨日辺野古の県庁村では、勝つ方法は諦めないことと大きく書かれた看板が掲げられておりました。名護の市内のあちこちで同じ看板が見られました。勝つ方法は諦めないこと、地域とともに頑張ると、これが現地で戦っている方々の合言葉なんだ。今の安倍政権による沖縄に対するやり方、これを日本共産党がどう見ているのかということでありますが、県民に対して安倍政権は問答無用の強権に次ぐ強権で臨んでおります。で、これはですね、強さの表れかと、私たちはそうではないと考えております。これまで安倍政権は抑止力のためだ、負担軽減のためということで、あらゆるごまかしを弄してですね、新基地建設を押し付けようとしてきたわけでありますが、
沖縄県民の理解をついに得ることができなかったのです。どんなごまかしの言葉も県民には通用しなかった。もう理解を得ることできなかったし、もう理解を得ようともしてない。もうひたすら強権に次ぐ強権で今臨もうとしています。で、こういうことで安倍政権がひたすら狙っているのはですね、ともかく工事を進めてしまおうと、で工事を既成事実にしてしまおうと、この積み上げをやればいずれは県民も諦めるだろうと、この一点だと思うんですよ。でこれに対する沖縄県民の回答は、南根市長が言っているように諦めないというのが回答なわけです。私はですね、沖縄県民が諦めない限り新基地は作れないと思います。万が一基地を作ったとしても、そんな基地は維持できないと思います。勝つ方法は諦めないという戦いのこのスローガンにこそですね、勝利への道があると私考えます。で、私たちこのオール沖縄の戦いの強さというのを3日間の訪問でも感じまして、そこにはですね、小永知事も言及した沖縄県民の苛烈な戦いの歴史があり、島ぐるみの闘争で本土復帰を勝ち取った歴史が込められていると思います。私はですね、心からの沖縄県民の戦いの敬意とともに、本土が連帯して戦いの決意を申し上げたいと思います。その上で、本土の我々がどう戦うかということが問われていると思います。沖縄の問題は沖縄だけの問題ではありません。日本全体の問題であり、日本の民主主義が問われている問題だと思います。で、今日の知事との会談でも申し上げたんですが、全国の連帯した戦いをですね、発展させることの重要性、これ痛いほど痛感いたしました。県民の皆さんからもこれは強く求められているということを感じました。この点でですね、皆さんにご報告しておきたいいくつかの点があるんですが、連帯の戦いがいろんな形で今本土では、起こりつつあります。戦争させない、救助を壊すな、総掛かり行動実行委員会が中心になって取り組んでいる沖縄県民の民意尊重と基地を押し付け撤回を求める全国統一署名というのがあります。この署名はですね、すでに100万人を超えて、ずっと広がっているという状況です。この全国連帯署名はですね、全国統一署名ですね、全国統一署名に日本共産と挙げてですね、取り組む決意を申し上げたいと思います。全党を挙げて全国で取り組んで、この署名を何百万、あるいは1000万という規模に広げていきたいと思います。ですから連帯集会という点では、4月19日に総掛かり行動実行委員会主催で、東京の日比谷野音で安倍政権の暴走を止めよう、辺野古新基地建設反対を掲げた集会と行動が予定されています。それから4月29日全国革新婚、東京革新婚、沖縄革新婚主催で、これも東京でですが、沖縄県民の戦いは私たちの戦い、沖縄連帯の集いが予定されています。この署名と一連の連帯行動、本土でも予定されておりますが、ぜひですね、これを東京で皮切りにして全国でも広げていきたい。沖縄連帯の戦いをですね、全国で広げる決意を申し上げたいし、この場から全国にも呼びかけて、連帯の戦いを進めようということを訴えさせていただきたいと思います。最後にもう一点、本土で私たちが取り組むもう一つの大きな仕事としては、野党と市民の共闘があります。で、これは安保法制、戦争法に反対する戦いが土台にして、この間野党共闘が進んでまいりました。で、昨年の参議院選挙では32の1人区全てで野党統一法が実現し、11で勝利する、沖縄では圧勝するという結果を勝ち取りました。で、新潟の県知事選挙でも圧勝という結果を作ってまいりました。私たちはこの野党共闘の中でですね、
沖縄の問題をしかるべく大事な課題として続ける努力をしていきたい。でこの点ではですね、4野党の党首合意で沖縄のような、沖縄に対するような民意を無視した強権政治は許さないという合意があるんですね。与党合意があります。でこの線で野党共闘の合意としてですね、あの辺野古のこの横暴なやり方、これ許さないという点で野党共通の課題に沖縄問題位置づける努力もやっていきたい。これは4野党としてですね、よく話し合って沖縄問題についても前向きの政策の一点を得たいと、その話し合いをやっていきたいと考えております。戦いを大いに進めることと、野党共闘の中で沖縄への連帯を大いに位置づけること、この2つをですね、私たちの責任で進めていきたいと思っております。